一体いつまでミスボらしいざまを作ろっている、およし。韓国の官邸が海上自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したとされる問題で防衛省が25日に発表した反論について、韓国国防部は同日、日本側の発表の通り誤解を解消するための協議が進められるとし、 日本側は緊張緩和のために防衛省発表内容を事前に通知してきたと明らかにした。同部は防衛省の発表内容について公式に反論しない一方、韓国の艦艇が哨戒機を狙ってレーダーを稼働させたものではないとの立場は崩さなかった。日本側は韓国の艦艇が20日、遭難した北朝鮮の漁船を捜索する際にレーダーを稼働させたことについて、 自国の海上哨戒機に攻撃用レーダーを数回にわたって照射したと主張。韓国側は人道主義的な救助のため、正常な作戦活動をしたのであり、日本側が威嚇と感じるようないかなる措置もしなかったと反論していた。ソウル連合ニュースから引用。防衛省は25日発表した文書で、 韓国国防部の見解には5人があると考えるとした上で、下記管制レーダーが一定時間継続して複数回照射されたと改めて反論した。また、哨戒機は国際法や国内関連法令を遵守し、当該駆逐艦から一定の高度と距離をとって飛行しており、当該駆逐艦の上空を低空で飛行した事実はないとして、 哨戒機が低空飛行していたとの韓国側の主張を否定した。さらに哨戒機が計3つの周波数を用いて、韓国海軍艦艇、看板号971と英語で計3回呼びかけ、レーダー照射の意図の確認を試みたと説明した。防衛省はこのような事案が発生したことは極めて遺憾であり、 韓国側に再発防止を強く求めていくとした上で、こうした事案によって日韓防衛当局間の連携を損なうことがあってはならず、今後、防衛当局間で必要な協議を行っていくとした。母校 OB の仲間に自衛隊元会長の紳士が言います。彼は、祖国防衛と各国協調、友好国との信頼を高め合うのが、 成熟した各国の軍隊だと解きます。そのためにも、日頃から厳しい訓練が繰り返されると言います。その証こそ、軍人が掲げるプロトコル、儀礼、の遵守だと明確です。我が国自衛隊は忍耐強さを誇る盤石のプロトコルが支えだと語っています。どうか、こちらが呆れて下げすまざるを得ない態度儀礼をされないよう、 領域の防衛を担う同盟国同士の実務が、世界的にも凛とした品格のプロトコルで守られるよう格段の奮励努力をされたい。